喉乾いた。困ったね。嘘。いいね。伊藤君、ごちそうさま。よし。お待ちどうさま。ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。もっと前なら移動の話きっと喜んでた。この仕事はリカちゃんの天職なんでしょうね。ビーバーって水が流れる音を察知すると止めなきゃっていう本能が働くそうです。そしてせっせとダムを作る。一緒ですね。何がですか？リカちゃん、誰かの SOS が聞こえたら本能的に答えたくなる。別にそういうわけじゃ。 SOS。 あの SOS、 ちゃんと笑顔でした。 SOS、 ちゃんと笑顔でした。 SOS。 そうですか、よかった。 SOSSOS。 ありがとうね、リカちゃん。 SOS。
SOS。 SOS。どこの人？わかんない。どこ？わかんない。よく垂れてる今年もね。本当だね。去年はちょっと斜めに。あれ？リカちゃん。あ、上野さん。何よ、冴えない顔して。元からです。そうね。いつもだったわ。上野さん。何よ、どうしたの？あら、リカちゃん。あ、星宮さん。どうしたんですか、冴えない顔して。元からです。そうでしたね。何なんですか。リカちゃんは何なの。SOS って何ですか。はモールス符号による遭難を知らせる信号ですよね。そういうことじゃないです。あ、いた。こんにちは。こんにちは。よくお会いしますね。本当不思議ですよね。リカちゃん、え、名前、ごめんなさい、今そう呼ばれてたから。それに何度もお会いしてるし。あ、偶然。何度も偶然。私、笠原道代って言います。私、立花リカです。市役所の職員です。そうなんだ。宮ヶ瀬満喫してます。ありがとうございます。観光地としてもいいけど、やっぱり自然。あ、もうそろそろ旅行も終わりですか。実は追われてるんです。え、私追われてるんです。だからリカちゃん、任せましたよ。助けてください。 SOS。 行きましょう。逃げるって言ったってどこに。橘さん、どうしたんですか。佐々木さん、あの、どこ行くんですか。ダム種の温度管理に。勘太郎、はい、見学させてください。え、ちょうどいい。え、うん、あ、どうぞ、お願いします。おお、お願いします。涼しい。寒いくらいですよね。だからお酒も貯蔵できるんですよ。ダムの中にこんな場所があるなんて、びっくりですよね。それにしても立花さんのあの必死な顔、恥ずかしい。立花さんって商工会で会うときはもっと落ち着いてるっていうか、やる気がないっていうか。いや、ないわけじゃないです。そがれてるだけです。そがれてたんだ。それそがれますよ。来る日も来る日も市民の相談という名のクレーム。でも最近生き生きしてますよね。え、たまに見かけるけど。そうですか。はい。じゃあこっちに。じゃあちょっと見てくるんで、ここにいてくださいね。はい。お仕事は何かされてるんですか。
今はちょっと休んでるんだけど。そうなんですね。それより聞かないの？何がですか？なんで逃げてるのかとか。あ、忘れてた。嘘。だって助けてって言うからスイッチが入っちゃったんだ。だから星宮さんにビーバーって。ビーバーはね、本能的にダムを作るスイッチが入っちゃう。ああ、よくご存知ですね。ビーバーか。あ、いや、いいよね、そんな風になれるなんて。そうですか。私なんて利害一致とか損得感情とかウィンウィンな関係でとか。そうなんだ。あの、ごめんごめん。それで、追われてる理由ってやっぱり気になる？お待たせしました。っていうか、全部聞こえてたんですけど。はい。追われてるって。とりあえず上上がらない？寒いし。追ってきてる人いないですね。さっきから追うとか追われてるとか何なんですか？私を追ってきてるのはね、悪の組織。悪の組織？悪の組織。一人ですけど。リカちゃん、とりあえず逃げましょう。え、ちょ、逃げんの？佐々木さん、後を追って。え、ちょっと、お、あ、ちょっと、ちょっと、すいません。お疲れ、リカちゃん。お疲れじゃないですよ。うまく逃げられたようで何よりです。星宮さん、はい、何か知ってますよね。守秘義務です。だって笠原さんって。守秘義務です。美しい。ほんと美しいですよね。まず建造物として美しいわよ。そうですね。ちょっと何二人で語り合ってるんですか。先生。先生。橘さん、その方少女漫画家らしいです。え、先生。帰らない。先生。帰らない。まだ何も。帰らない。先生、何なんですか。嫌なの。何がですか。恋愛ってさ、恋愛ってさ、生きてるって感じがするから好きなのね。わかりますよ。わかってない。わかります。わかってない。わかってます。わかってない。でもさ、結局読者が期待してるのってただ普通の女の子がイケメンに恋をしてって。それ大切よ、大切。ときめきも大切だけど。大切ですよ。大切よ。大切ですよ。また回っちゃった。大切ですよ。この会話は、はい、編集者さんみたいなんですけど。清瀬さん。ああ、星宮さん、すいません、締め切りも近いですし、僕焦っちゃって。わかりますけど、回りすぎです。ってことは、あの人が依頼人。探偵まで雇うのって。それは先生がいきなり行方不明になるからでしょう。携帯の電源くらい入れておいてくださいよ。笠原さん、気づいてましたか。
そりゃ気がつきますよ。僕も気がついてますよ。さすが探偵さん。え、何がですか？あの日ね、新宿からロマンスカー乗って箱根行ったら温泉でまったりしちゃうから本厚木で降りて、自然を求めてバスに乗って、気がついたら宮ヶ瀬にいて、そしたらある女の子とぶつかりそうになったの。ごめんなさい、すいませんでした。え、それってその子すっごい一生懸命な顔してて、なんか私が昔描いてた女の子の顔に似てた。え、そうなんですか？まあ可愛いとは限りませんけどね。別に何も言ってません。売れて嬉しかったけど、売れるノウハウばっかり上手くなって、周りの期待に応えなきゃってそればっかりになって、私は今何が書きたいんだろうって、だからリカちゃんの後をつけた。はい。そしたらすっごい顔で誰かのために必死に走ったり悩んだり立ち尽くしたり、正しいとか正しくないとかじゃなくって、ただ誰かのために、何かのために必死に一生懸命生きてて、いや私はそんな、ここでこの美しい場所で、小手先のノウハウじゃなくってストレートなシンプルな、そういう物語が書きたいって私思って。書けばいいじゃないですか。え、書きたいんでしょ？だってどう考えても売れ線じゃないし。僕が先生の作品で好きなのは売れ線だからじゃない。どんなに悲しい結末でも最後は突き抜ける青空みたいな明るさがあるからです。主人公は仕事も恋も器用なタイプのイケメン。でもね、ひょんなことからリカちゃんと出会う。私ヒロインですか？もうタイトルも考えてあるの。え、タイトルは？本日は宮ヶ瀬ダムにお越しいただきまして誠にありがとうございます。観光放流を開始。そろそろ始まりますよ。水しぶきに放流？十分ご注意ください。これが見たかったの。これは見たいですよね。何でしょう？ダムみたい。ダム？ダム？水を溜めて溢れそうになったらザーって流してある。ほら、誰かの気持ちもさ、背中を押す。また
ありがとう、リカちゃん。いや、私は何も。じゃあ私、そろそろ。先生、それでタイトルは？サンキュービーバー。ビーバー。じゃあね。ちょっと先生。あ、ちゃんとフィクションとして描きますので。コシミヤさん、ありがとうございました。またご連絡します。先生をちゃんと見ててくださいね。はい。あー、先生、ちょっとそのタイトルダサくないですか。先生、なんだかすごい方でしたね。コシミヤさん、なんだかお腹空いてきましたね。笠原さんが私たちのことつけてたの知ってましたよね。締めにダムカレーからのナポリタンなんてどうでしょう。おお、いいっすね。佐々木さん。いいじゃないですか。え、立花さんはこの町のビーバー。それ褒められてます。もちろん。ありがとうございます。星宮さんは東京に帰れるんですか。まあ任務も終了したことですし、リカちゃんもお仕事頑張ってください。はい。でも私もしかしたら。辞めるんですか。いや、辞めないです。辞めるんですか。いや、辞めないです。いや、一度仕事戻ります。真面目なビーバーですね。真面目なビーバーです。あ、農場さん昇進するんですね。え、嘘。水を飲む、自然なことだ。お前はまだ仕事中だろ。それぐらい自然に私たちは生きてる。こんにちは。お疲れ様です。上野さんいますか。リカちゃん。あ、いました。大丈夫。ちょっと聞いてよ。はい、どうしたんですか。食べちゃったって。食べちゃった。何をですか。レオンが。レオン。正しかったり正しくなかったりするけど。でも笑顔でいたいと思うのだ。笑顔で。すいません。星宮さん、帰ったんじゃなかったんですか。宮ヶ瀬探偵事務所の星宮と申します。今後もよろしくお願いいたします。え、宮ヶ瀬に引っ越してきたんですか。あ、ちょっとやめてくださいよ。いや、ちょっと取らないでください。民役なんですね。あ、ちょっと民役はダメです。民役は取らないでください。ちょっとやめてください。ちょっと民役はダメですってば。恥ずかしい。ちょっとダメです。しょうがないです。さよならで聞いたね。愛したい。
く切った髪はもう肩のあたりまで伸びてる。ハラハラと落ちたお髪、くるりと振り向く顔、まだ知らない君に会える。愛しているというよりは込み上げるものが溢れてにやけちゃう。You are